します。うーくんは大阪にバーッサーで使用会バーッと聞くれバーッと聞くれバーッ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 もう一発一発その迫力があるというか、パワーもありますし、もう本当に基本に忠実で穴がないなと改めて思いました。なるほど。はい、軸がぶれないですか、蹴っても。あとはあのガードが下がらないですね。あの攻撃とディフェンスが受けるんだけど、本当隙は少ないと思います。スピードが速かったですね。であの手数の多さもあのやっぱりミットから見てもあの伺いましたし、すごくあのいいミット打ちを見させてもらいました。いや素晴らしいね。うん、命をかけてるんですよ。もう歴史を作っていきたいと、そういうものがひしひし感じられて、団体と団体同士の戦いっていうのがあの本当日本の中では一番盛り上がる試合だと思うんですよ。そういったことを常にやっていきたいな。それが続けていければどんどん格闘技キックボクシング盛り上がると思うので、新日本キックボクシングで戦ってきて、たくさんの経験をして、その戦いに強いっていうのは僕自身の自負でもあるので、技ももちろんパワーもスピードもキレも全部必要ですけど、それをまとめてるのってやっぱ心だと思ってて、でその精神だったりっていうのがやっぱりすごく重要。僕はあの伊原道場っていう場所で師匠の伊原会長に教えてずっといただいてますけど、島国で鍛え上げられた精神、武士道っていうのが日本人の持っているべきその格闘技の本質だと思うので、僕はそれを十何歳の頃から会長に教わったので、世界チャンピオンになって強くなるってこういう哲学を持った人になるってことなのかななんて思いながら、会長の背中を見てずっと練習してきましたし、17歳の頃茨城に出てきて何も知らなく出てきたんですけど、一冊の本をもらって、でその本が五輪の書、まさに宮本武蔵とね、佐々木小次郎みたいな試合を皆さんに感じてもらえたら嬉しいななんて思いながら、今回そんな心境でいます。兄弟の息子はすごい喜んでます。はい、やっぱり僕たちは、はい、2人で一つなので、やっぱり、はい、僕が盛り上がることは息子が盛り上がることでもあって、はい、一番先に聞こえてくるのは伊原会長と息子の声なので、それを信じていつも戦ってます。